こんにちは、CRD です。12月17日はですね、ソウルフライエアジョーダン1ローの発売日ということでですね、スニーカーズでもうすでにチェックしてる方も多いんじゃないかなと思います。でもうすでにね、リセール市場出てましてですね、ストック X ではこんな感じの価格になってます。かなり盛り上がってると思います。これ何がかなり盛り上がってるかというとですね、前にもね、僕つどつど動画でお伝えしてたと思うんですけども、 AJ1 のねローが最近めっちゃ人気なんですよね。ローの人気が高まってるっていうのがね、ちょっと面白いなと思ってます。これいつからローがね流行ったのかなというふうに思ったんですけども、多分ねダンクのローがね流行ってからなんですよ。ローカットってそもそもね、スニーカーの中でもやっぱり合わせやすいんですよね。普通にスニーカーって多分ハイカットとローカットだったら、ローカットの方が一般的には人気なんですよね。今回この AJ1 ローについてね、少しお話をしたいなと思って、ソウルフライ AJ1 ロー狙ってる人ね結構たくさんいると思うんですけども、 AJ1 ロー自体のね面白さみたいなところもちょっと語っていこうと思いますね。よろしくお願いします。 Let's get it!まずはですね、エアジョーダン1ローは何ぞかっていう話なんですけども、もちろん皆さんエアジョーダン1を知ってますよね。スニーカーヘッズの方のみならずですね、普通にストリートウェアとかね好きな方とか、ちょっとファッションに詳しい方とかだと、ジョーダン1の人気っていうのがね、ストリートファッションの中でね確固たるものだっていうことはね、もうおそらく知ってると思うんですけれども、マイケルジョーダンのね人気に関してはこの前動画でね僕もお伝えさせていただいたことがあったんで、ジョーダン1の原価の話するやつね、あれでね話してますんで、そちらの方見てねチェックしていただけたらと思うんですが、まずこの元となってるエアジョーダン1のハイですね。ナイキは1985年にマイケル・ジョーダンと契約して出したスニーカーの一つです。まあ厳密には1984年に契約したって話なんですけども、このジョーダン1が出たのが1985年というふうに言われてます。そして実はですね、AJ1 ローもこの AJ1 ハイのですね、出た時と同じぐらいの時期にね、かなり早い段階でリリースされたそうですね。スニーカーはですね、このスニーカー自体の背の高さによってですね、ハイ、ミッド、ローって感じで分かれてるんですよね。で、どのカットがね、スタンダードなのかっていうのはそのモデルによって違うんですけども、エアジョーダンの場合は基本的にハイがねオリジナルとされてるんですね。まあ実際オリジナルで出たのがねハイカットやったんでそう言われてるんですけども、そういうことからですね、ミッドカットだとかローカットっていうのは割とですねオリジナルに対してまあアリューというかね、そういう風に見られてます。例えばコービーだとある時期からローカットがね、基本になってるんですけども、 AJ1 の場合はハイカットが基本っていうイメージですね。ということからですね、ミッドとローは結構敬遠されがちで、これまでですねあんまりミッドとかローでスペシャルなモデルが出ることっていうのはそんなになかったんですよね。ただ最近ね、ここ近年で人気になってきて、その理由というのがね、ダンクとトラビス・スコットなんですよね。トラビスが履けば何でも入るんかといえばそうでもないんですけども、ただトラビスの影響というのはすごくね今大きいんですよ。ナイキのスニーカーの中でもトラビスコラボとジョーダン、この2つがね話題の多くを占めてると思うんですよ。それぐらい影響力のあるトラビス・スコットがダンクを履いてまたダンクが再燃したっていうふうに言われてます。まあ実際諸説あると思います。いろんな説あると思いますけども、でなんでローが流行ってるのかっていうところなんですが、今最近のスニーカーってローで存在感のあるスニーカーっていうのが人気あったんですよ。ハイカットってちょっと一昔前のイメージなんですよね。僕は好きでかっこいいなと思うんですけども、本当にジョーダンの限られたモデルぐらいしかハイカットってあんまりね重宝されないんですよ。これね多分ね服装の変化にも現れてると思うんですよね。昔だったらスキニー履いてハイカットのスニーカーを履くっていうのが2010年までのトレンドとしてはよくあったんですよね。ハイブランドから出てるスニーカーもローよりハイカットの方がね人気あったと思います。バレンシアガもハイカットのねアリーナっていうスニーカー出してましたけども、あれはね本当にラッパーとかの間にもかなり入りましたね。そんな感じで一昔前はハイカットが人気あったんですけども、最近はねあんまりスニーカーに重きを置いてるというか、そういう風な服装よりもナチュラル系の色がね流行ってるんですよね。時代を変わって今あんまりねめちゃめちゃハイプっていう感じのスニーカーよりもちょっと普通におしゃれなスニーカーの方がやっぱ人気なんですよね。多分世界的なファッションの流行として落ち着いた色味がね流行ってきてるからってもあると思うんですよね。シュプリームの人気がね落ちてきてるっていうのもその辺がちょっとあるんじゃないかなと思うんですけどね。シュプリームダンクもねやっぱり茶色とか黒の方がやっぱ人気なんですよね。この合わせやすい色というか派手じゃないものを皆さんね求めてると思うんですけれども、そういったことと今あんまりスキニーが流行らなくなってきたこと、海外ではねジョガーパンツ履く人がめっちゃ多いんですよね。日本じゃもうあんまりねトレンドではなくて、僕はジョガーパンツ好きなんで今ね全然履くんですけど、ああいうジョガーパンツ履くときはハイカットの方がね相性良かったと思うんですよね。ジョガーパンツって裾絞られてるから靴下が見えちゃうんですよね。だからその部分をですねハイカットだと隠してくれるっていうのがあるんで、ただ今ねあんまりジョガー流行ってないんですよね。どのブランドも結構ねダボっとしたパンツをね、出すようになってきてるんですよ。そうなったらねパンツが太いとですねハイカットのハイの部分隠れちゃうわけですよね。昔の2000年ぐらいの B ボーイはそういう時にハイカットのハイの部分隠れるかっていうのでベロ出して履くっていうのが基本やったんですよね。だけど今の時代ってそういう風な履き方じゃなくて、もうローカットを履くんですよ。みんなローカットやとダボダボのズボンでも全貌が見えるんですよね。ハイカットやとハイの部分隠れるじゃないですか。ハイかミッドかわからんって感じなんですよね、パッと見ね。そんな感じなんですけども、今ねやっぱりローの方がね人気なのっていうのはパンツの太さのトレンドが変わってきたからローカットが人気なんじゃないかなっていう見方もね僕あるかなと思います。あとはですね流行りのダンクっぽい感じの見た目なんですけれども、 AJ1 ローって結構手軽な値段で手に入るし、あんまり今競争にもなれへんっていうのでね、注目度が高まった理由にもなるんかなと思うんですけども、そこに目をつけたのかナイキは結構ですね最近ローカットの
エアジョーダンで出すんですよね、いろんなコラボモデルとかを。トラビスフラグメントのローカットとかもそうですよね。これはエアジョーダン2ですけども、オフホワイトとのコラボでローを使ったりとか、あと今回のソウルフライですね、これアメリカのメタルバンドでしょ、ごめんなさい、このソウルフライエージェンワンロー、今回のものですね。こういう風にですね、最近もうどんどんコラボを出してきてるっていうことなんですよね。コラボ以外にもですね、この前だとスターフィッシュがね完売したりしましたね。エージェンワンローでもこういう見た目的に普通にかっこよかったりとか、80年代に出た OG とね同じような仕様だったりとかすると人気がドーンと上がっていくわけですね。ただね、これ OG って言ってもですね、本当の OG との差はあるみたいなんですね。シューレスホールのですね数が違うんですよね。エージェンワンって基本9ホールなんですけども、ミッドになると8ホールで、ローになると7ホールになるんですけども、ローもオリジナルのですね発売当時のものに関しては8ホールだそうなんですよね。そういうこともあってかですね、このレースホールの数が少ないのがちょっと嫌やっていう人も中にはいます。で、実際ですね、こちらの動画ちょっと短い動画なんですけども、 AJ1 ローをですね7から8ホールに変えたっていうね方の動画があります。よかったらこちら見てみてください。やっぱね7ホールと8ホールでね全然雰囲気変わるんですよね。こういうディティールを凝り出すとね本当にキリがないというか、見た目かっこよくて違和感なかったら買っちゃえっていう風な感じでね、僕はいいと思うんですけども、やっぱりまあジョーダンってね本当に歴史が長い、やっぱナイキの中でもですねかなり歴史の長いスニーカーなんですよね。で、大事なのがずっと人気なんですよ。今みたいにジョーダン11のクールグレーがね、結構余ってたりとかするっていうのもあるんですけども、ただやっぱり普通のスニーカーに比べるとですね全然まだまだ人気なわけで、ジョーダンコレクターの方ってもたくさんいるわけですよね。そんなナイキのですね目玉スニーカーなわけですよ、ジョーダンは。だからこそやっぱり凝りたくなる気持ちもわかるというところですね。僕の乗ってる AJ1 を4つですね、1つ目がこれね、トライブコールドクエストの、コラボのやつです。ハイストラップなんですよね、これね。ストラップちょっと中にしまっちゃってるんですけど、今。これですね。はい。めっちゃ人気ないです。1万ちょいで買えます。それで、次はこれですね。ファイングリーンですね。これで、ね、革の質感がね、なんかちょっとね、のぺっとしててね、もうちょっと光沢欲しいなと思ったんですけどね。この黒の部分特にね。まあでも配色かっこいいからね、好きです。で、これね、結構好きでね、ずっと入ってるんですけども、シャターバ 3.0 ですね。こんなやつとかもあります。これはね、もう本当に何回も僕このチャンネルでね、紹介してるんで、もう知ってる方も多いと思うんですけど、僕がこれ持ってるのはね、普通に文句なしにかっこいいと思います。パテントの具合もすごい好きです。パテントはね、割れるのをね、結構気にする方がいるんですけども、このシャタバに関してはもともと割れてるから全然気にならないです。多分ね、それをね、気にする人のためのシワ加工だと思うんですけどね。あとはこれですね、AJ1 のミッドです。これね、ちょっとわかりにくいかもしれないですけども、ゲタ箱っていうシューレスブランドがあるんですけども、ゲタ箱の水野さんにですね、このシューレスもらってですね、で、普通にもともとあったやつ汚かったので、それからで変えて使ってます。めちゃくちゃ気に入ってます。すっげえ色いいですよね。ミッドやとね、ここがジャンプマンになってるのが嫌やったりとか、ここにジャンプマンの嫌やったりする人結構おるんですよね。もともとね、AJ1 が出た時にジャンプマンロゴはなかったんですよ。なのに、ジャンプマンロゴがあるっていうのがオリジナル仕様と違うやないかっていうことでね、嫌う人多いんですけどね。まあ言うてもですね、ジョーダンはね、本当にそれぞれ、どのモデルもどのカットもね、合わせ方によってね、すごいかっこよかったりするんでね、偏見なく普通に、欲しいものを買ったらいいかなと僕は思います。Let's get it!ソウルフライめちゃくちゃ人気だと思いますんで、応募する方は結構いると思うんですけども、僕はねソウルフライに関してはパスしようかなと思ってます。その分ね皆さんが当たったらいいなと思ってますんで、ちょっといい人っぽいこと最後に言っておきます。ということでですね、皆さんグッドラックありますように祈ってますんで、また抽選の前とかにこの動画ね、見返していただけたらと思います。より、欲しくなったりとかするんかなと思います。まあ外れたらその分ね悔しさ倍増かもしれませんけども、ということでね、本日は AJ1 ローについてねちょっと話させていただきました。まだまだねちょっと語りたい部分はあったんですけども、ちょっと今日は時間がなくてね、このぐらいにさせていただきたいなと思ってます。本日もご視聴いただきありがとうございました。シアルDでした。